さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますさあ早速ですけれども本日も見てみてくださいイラストも完全なる座学でございます本日、えー、今日のお届けする座学の方はスノーボード大学の方はエッジに対する働きかけ っていうのを少しこのイラストをうまく使って解説していければなと思っております。でこのエッジに対する働きかけっていうのがスノーボード横乗りなのでつま先側とかかと側ではもう違う体の動かし方をしていかないとボードに対する自分のこうコントロール性っていうものが上がっていかないんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。 なのでトーサイド側だったらここヒールサイド側だったらここっていう風にそれぞれのいい場所っていうものをきちんと明確にしてエッジングそしてカービングターンっていうものをコントロールしていって上達できればなと思っている次第ですまず真ん中のイラスト真っ平らにブーツがなっておりますつま先側もかかと側もまあ足の真ん中辺もまあ上から普通に重力に対して立ってるよっていう状態 なので足の裏真っ平らで上からのエネルギーで立ってますじゃあここからかかと側に動いてヒールサイド側のエッジングヒールサイド側のカービングをしようってなったらこれこっち側かかと側に動くっていうふうにかかとって言ってますけれどもそもそも平らな状態でもうかかとってついているじゃないですかねそうするとかかとっていう意識よりも 横にありますふくらはぎ周りの意識をしっかりと持ってあげた方が大きな強い角づけまで持っていきやすくなるよという整理になりますかかとっていうものをかかとかかとかかとって意識すると 弱い角づけはできなくはないんです。もちろんフラットじゃない状態にはなるので角づけはできるんですけれどもより強く角づけを作っていく強いエッチングをする。なので鋭いカービングをするってなったらかかとではなくってふくらはぎ方向に動かしていくことで自分の体重はそもそもふくらはぎの方に乗っていくようになるっていうのがこのイラストでご理解いただけるんじゃないかなと思うんですね。 で、ここで気にしていただきたいのが、そもそも、かかと乗ってた平らのところから、かかとに行くと、かかと一回重くなりますよね。平らの時よりは、あ、平らもかかと触れてますけれども、平らの時は重くなる。なんだけれども、その後今度、ふくらはぎ側、こっちって言ったらいいかな。ふくらはぎ側に、乗っていくウェイト、体重が移動していくことによって、これ、かかとは次、 軽くなっていくっていうのが発生してくるんです。フラットな状態からヒールサイド側のエッチングしようと思ったら一回かかと重くなってかかと踏みしめるんだけれどもそのままエッチング強めようと思って角付け強めようと思って体を動かしていくと次なんと重さふくらはぎに移っていくからかかと軽くなるっていう状態が一回生まれるんですよというのがこのヒールサイドターンになるんですね。 で、そのまま強い角付けのところにふくらはぎうまく使っていきながら、ふくらはぎ周りっていう風に言おうかな。これはこうセッティングによって、ちょっとふくらはぎよりも横なんだよな、みたいな人もいらっしゃると思うんで。そうすると、強い角付けを作っていくには、ふくらはぎにうまく、ふくらはぎ周りにうまくテンションかけていく、重さ乗せていくのがよくって、次です。次です。 ふくらはぎ周りで強い角づけが作れると遠心力っていうものが角づけとと,けとともに回転半径がちっちゃくなるからうわーっていうふうに遠心力が今度大きくなっていくんですよね。そうするとふくらはぎで仕掛けていった強い角づけなんだけど本当に強い角づけができると今度遠心力っていうもので自分の体重さが板方向にグーっていうふうに。 え、乗せられるようになっていく。まあ、それが強いエッジングになっていくっていうふうに考えてもいいと思うんですけどもね。強い角付けになると今度遠心力で自分からいた方向へのエネルギーになるので、これ今度また、かかとが強く感じるようになっていくんです。弱いかかと、強いかかと、ふくらはぎ、強いふくらはぎ、 またかかとっていうふうにヒールサイドターン中はこのかかととふくらはぎの兼ね合いっていうのがこういうふうに変化していくものなので最大角付けまで作ってしっかり遠心力の中にいるっていう人はかかとしっかり踏むんだよっていうふうに多分言うでしょうしその最大角付けをしっかり作ろうって思うそこに技術の重きを置いている人は ヒールサイドターンはかかとよりもふくらはぎ回りの方がいいよっていうふうに言うでしょうしでも初心者の人がターンからなんかカービングできるようにエッジに乗れたっていう時には多分かかとに乗るっていう状態がその体感を感じやすいだろうし初心初級者から中級者へはかかとに乗るそこから上級者に向けていく と今度ふくらはぎっていでものすごくエキスパートレベル遠心力をフルにコントロールできるようになると今度またかかとにヒールサイドターン重きを置くっていう風に重要度っていうものが結構レベルによって変わっていくんですね。でこうやってヒールサイド思いっきり長くなりましたけどもここから今度トーサイドのお話になります。であまりにもちょっとヒールサイド長く喋長くしゃべりすぎたので。 明日、この動画ちょっと2個に分けて、明日このトーサイド側のお話していきたいと思うんですけれども、これトーサイド側はヒールサイド側と全く違って、今度つま先とすねまりっていう関係性になるんですけれども、このつま先とすねまりの関係性が、かかとで言う、ヒールサイドで言う、かかととふくらはぎ周りの関係性とまた違った要素になるので、ぜひとも明日の動画もご期待くださいませ。 本日はヒールサイド側のかかととふくらはぎの関係性がレベルだったりとか可動付けターンの内側にどれだけターンの重心度かか重心度がどれだけ自分でコントロールできるかによってこのふくらはぎとかかと側の塩梅っていうのは変わってくるんですよというお話となりました常にかかとでやるんだかかとでやるんだ 常にふくらはぎで、ふくらはぎでっていうふうに思わないで、これ両方うまく使うことがヒールサイドターンのレベルアップになりますよというお話となります。それでは明日の東サイドさんも期待していてください。スノーボーダーの青木れでした。